こんにちは、美容家の夏美です。今回は一つで完成する時短ベースメイクをご紹介したいと思います。私はナチュラルコスメが大好きなので、コスメキッチンとかオーガニック系のブランドで取り扱いがあるものをご紹介したいと思います。私の一押しアイテムがこちら、見えるかな、ムーのスキンエクスパートベージュクリームフェイスカラーです。ムーはスキンスムーサーとかすごく人気だと思うんですけど、コントロールカラーとかファンデーションも人気アイテムです。ファンデーションは一色なので肌に馴染むかなって最初ちょっと心配だったんですけど、一色だけどすごい透け感のあるベージュで、肌にこうスーッとね溶け込むように馴染んでくれるような質感なので、どんな肌色の方でも使いやすいかなと思います。あとは SPF も50、PA4+ っていう UV ケアもバッチリですし、これで下地とファンデーション両方の役割を果たしてくれるので、もう下地塗ってファンデーションっていう2ステップを踏まないで、もうこれ1本でファンデーションまでのケアができます。しかも嬉しいことに石鹸オフコスメなので、メイクするのも落とすのも楽ちんっていう、すごく優秀なアイテムです。ちょっと手元に出していきますね。はい、こんな感じのちょっとツヤっぽいベージュになってます。結構ね、日焼けしたようなくすんだ肌にもなじませるとすごい綺麗になるので、今の時期あんま日焼けとかはしないかもしれないんですけど、ちょっとした色ムラとかくすみで、ちょっと小さい毛穴とかだったらしっかりカバーしてくれます。結構すごい素肌っぽいの分かります？ベースがもともと綺麗に見えるような、素肌がもともと綺麗に見えるような肌に仕上げてくれるアイテムです。私は最近もこれ1本でベースやっちゃってます。今クリームまでしてちょっとスキンケア整えたところなんですけど、こう指で広げてもいいですし、手でスポンジとかを使ってもいいです。指で広げた時に普通のファンデーションだと結構ダマになったりとか色ムラが目立つんですけど、これ本当にクリーム塗ってるみたいに馴染みがすごいいいんですよね。半分しかまだ塗ってないですけど、素肌っぽくてツヤがあるの分かりますか？あとね、質感がすごい軽いんですよ。なんかリキッドとかのファンデーション塗った後のベタつきが嫌いっていう方とかにもおすすめです。これは全然ベタベタしなくて塗り心地最高です。一瞬でここの赤みとか毛穴が目立たなくなった、あとはちょっと気になるところは少し、重ね付けしてもいいかなと思います。もちろんこれ一本で完了するんですけど、どうしてもクマが気になるとか赤みが気になるって方は、その前にコントロールカラーとかファンデの後にコンシーラーを仕込むのは、もちろん重ね付けは全然していいアイテムではあるんですけど、ただ1本でも相当綺麗に馴染むかなと思います。で最後にこう手のひらでねフィックスして、どうでしょうか。使う前は春夏向けかなとも思ってたんですけど、この秋冬から私は使い始めて、全然冬の乾燥とかもこの下地で気にならないので、もうオールシーズン使えるアイテムかなと思います。あと首まで塗っても、ファンデを首に塗るって結構抵抗があるかもしれないんですけど、この下地感のあるベースだったらもう首まで塗っちゃっても違和感ないし、すごく逆に肌がとてもツヤっぽく綺麗に見えて、逆にいいかなという感じです。
とファンデーションだけで綺麗に見えるものってなると MIMC のこのリキッドリファンデーション、これもすごいおすすめで、前も動画でちょっとまとめたんですけど、ちょっとねこの2つどっちがいいかって考えるとちょっと難しいんですが、価格がもう全然違うんですよね。 MIMC は多分7100いくらとかするんですけど、こちらのムーのファンデーションは3000円もしないです、2900いくらとかで買えるので、お試しにもちょうどいい価格かなとも思いますので、と素肌っぽいベースメイクで、1本で時短でメイクしてみたいよっていう方はこちらすごくおすすめです。では今回の動画はこれで以上になります。また使ってよかったアイテムとかいろいろ紹介していきたいと思いますので、また見てください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。